はい、皆さんこんにちは。バカ猫シーナです。いつもビデオご視聴ありがとうございます。この紙にはいろんな書きテストが書いてあるんですけど、一気にいっぱいのペンを紹介するんじゃなくて、ただせっかくこの紙を使ったので、捨てたらちょっともったいないなと思って、だってこういう部分まだ残ってるやん。なので、紹介するのは1本ですけど、とりあえずこの下半身ちょっと気にしないでください。今日のペンは日本製のプラチナ会社ですけど、モデルは、何だったっけな、プラシアっていうかな、プラチナプレッピー知ってる方がいるかもしれないんですけど、それはちょっとよりなんかおしゃれっぽく見えるように、プラシア作ったのではないかなと思います。あ、プラシールじゃなくてプレジールですね。プレジールっていうペンで、プレッピーよりちょっと高級っぽいな感じですけど、値段はちょっとだけより高いな感じですね。で、実はこれが、注文した時欲しかったのは、なんかプラチナを持っている人わかるかもしれませんが、プレッピーとプレジールってなんかその万年筆の体とニブの色がマッチすることもあるらしいんですけど、たまにそうでもないの時もあって、で実は、赤好きなので、プレジールの赤体、そして赤ニブが狙ってたんですけど、でも実際届いた時普通のスチールニブになっちゃってちょっとがっかりした。でもどうしても赤ニブがちょっと欲しくて、だからちょっと変な実験をやっちゃって、爪の使うポリッシュをちょっとニブを塗ってみました。そうするとなんか書けなくなるのではないかなと思ったけど、でやっぱりその結果は確か、書くときちょっとハードスタートになっちゃってるんですけど、ちょっと その変な実験の結果ちょっと、見せちゃおうか。じゃじゃーん、こんな感じにしました。勝手に塗ってみました。で、きちんとやってなかったので、ここら辺にもちょっと塗っちゃってるんですけど、でやっぱり、カートレージを入れたら、書くときちょっと書きにくい最初はね。実はねこのペンずっと持ってたんですけど、でもなんで今更紹介してるかというと、正直言うと、私コンバータの方が、カートレージより好きなんで、でもこのペンが届いた時カートレージ付きだけコンバータなしで、でもちょっと買うのが、やってなくて別々で買わなかったので、でせっかくカートレージも持ってるから乾いたらちょっともったいないなと思って、でこのペンはそんなに持っているセンチュリーブルゴーニュほど、高級じゃないんですから、別にこれでこのペンはカートリッジでいいじゃんと気づいて、よし使っとこうと思った。ちょっと書きテストしたいと思います。ちょっと今皆さん気づくかもしれませんが、ハードスタートにしてしまいます。ほら見て、なんか最初一番最初はすぐ書かないんです。あと書くのはちょっと変、しばらくしないと書くのは普通にならないんです。それは多分なんか塗ったせいですね。あまり綺麗に書かないんですけど、それは多分私この変な実験やったせいですね。でニップは確か M と思います。なんかもう塗ったから見えないんです。でカートレージも入れてばっかりで、多分慣れるまで、インクが完全に流すまで、うまく書かないかもしれない。日本製ですね、メイドインジャパンで入れてるインクは、
プラチナの黒カートリッジですね。で今回は、いろは歌を書こうと思ってるんですけど、今回は縦書きじゃなくて横書きにしようと思って、すごい書くのが硬いですけど、どんどん柔らかくなるかな。で最後に、うんにしとこう。これは縦線で横線、そんなに変わらないんです。でフレックスじゃないから、プレッシャーつけなくていいけど、私の場合は、ちょっとなんか最初にインクが出るようにちょっとプレッシャーですね。でインクの濡れてるところちょっぴりしか塗ってないんです。逆書きは無理かな。ちょっと無理なんですね。今こうなっちゃってるんです。もしなんかそんなに書きづらかったら、多分ちゃんと洗ってその塗ったポリッシュを取るかもしれないんですね。なんかプレジールの赤いニブが良かったなと思って。でも確かに時間が経つとそのスチールニブもなんかついてる色がなくなっていくことなんか分かって、ググったら、プレジール持っている人なんか時間経つとなんかニブの色がなくなることもあるらしいんですね。あ、しょうがない。逆に高級のセンチュリーブルゴーニュペンがすごい書きやすいですね。せっかくの日本の輸入だから、もちろんまだ使ってみるんですけど、使いづらかったら、前言ったように、実験をちょっとなしで元通りにしてみます。はい、これで終わらせていただきたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また今度ねー。